国鉄 C12 形蒸気機関車は、日本国有鉄道の前身である、鉄道省が製造した、加熱式のタンク式蒸気機関車である。軸重制限の厳しい簡易専用の小型軽量な機関車として設計され、本形式とテンダー式の C56 型が並行して生産された。昭和時代に入り主要幹線の整備が一通り終わると、大きな需要の見込めない関山支線の建設が進められた。しかし折からの経済恐慌が深刻化し、建設費を低く抑えるため間2線が数多く建設された。このような路線には軸重が軽く、運転コストの低い新型の小型機関車が要求されたため C12 型が製造されることになった。鉄道院、鉄道省の鉄道路線は1900年の逓信省令による鉄道建設規定制定以降、路線の規格は全て同一であったが、その後輸送量の増加、鉄道の電化、鉄道網の発達、列車速度の向上に対応しつつ合理化を図るため、輸送上の重要程度に応じた線路等級を定めて、適切な施設の規格を定めた1929年改定の鉄道省令による国有鉄道建設規定により、主要幹線その他重要な路線を、高線、地方線及びこれに準じた路線を、平線、両者の中間程度の路線を、乙線とし、特に主要な線区を、高線のうちの、特に主要なる線路としている。さらに、1932年に、国有鉄道簡易線建設規定が制定されて、簡易線が設定されており、この簡易線は、運転に関しても同時に制定された国有鉄道簡易線運転規定に基づき行われることとなり、これらの規定の制定とともに、鉄道省告示第376号により、全国で既存66の路線、区間が簡易線に設定されている。この簡易線は、関東大震災や昭和恐慌に伴う財政圧迫の中でも少ない予算で多くの路線を建設する目的で、輸送量の少ない路線について、線路規格、信号設備、駅、停車場等の営業設備の簡易化による建設費の低下と営業法の簡易化による営業費の減少を図ったものである。この中で、機関車に関連して以下の条文その他の規定がなされている。しかし、タンク機関車は特殊用途を除き、1930年以降の C10 形製造までの21年間申請されておらず、それまでの機関車は老朽化が進んでいたため、その中でも軸重11トンを下回る機関車は230型や、私鉄買収期の一部などごくわずかという状況であった。そういった状況の中、C10 型をベースとして、旅客用タンク機関車の C11 型と並行して設計された簡易専用の旅客貨物用タンク機関車が C12 系であり、少し遅れて C12 型をテンダー式機関車とした旅客貨物用テンダー機関車 C56 型が計画されている。本形式は軸重をはじめ簡易線での運用に対応した仕様となっている。他、タンク式の本形式とテンダー式の C56 型と共通設計となっていることと、ボイラーへの溶接工法の拡大や大枠への大型中工部品の採用などの新技術の導入が特徴となっている。タンク式の機関車とテンダー式の機関車を多くの部品を共通化した標準設計とした事例は、日本鉄道の DB36 型と DBT24 型、山陽鉄道の28型と27型に事例が見られ、国外においては、ドイツ国営鉄道の64型と24型に事例が見られるものであり、本形式と C56 系の場合、基本寸法が共通であるほか、ボイラー、シリンダー、ロッド類、弁装置、動輪などに同一部品を使用していた。過失は深く設計された厳し安く、C1238 以降は、アーチ管を増設して、電熱面積を増加し、蒸発量を増やす改良が行われている。また、給水はインジェクタにより、給水ポンプや給水加熱器は装備していない。第1ロットの C12-1 から37のボイラーは、飛行士面積は 1.30 平方メートル、第2管道内径は C11 型より 160mm 小さい 1200mm、キセル長は C11 型と同じ 3200mm、全電熱面積 73.3 立方メートル、加熱面積 19.8 平方メートル、全蒸発電熱面積 53.5 平方メートル、使用圧力 14.0 平方メートルである。大ギセルは4列、6列、6列の3段計16本の配置となっており、加熱面積、全電熱面積比は C10 型と同様の約 0.27、管水容量は 2.9 立方メートル、ボイラー中心口は C10 型と同じ 2450mm となっているほか、管道の鋼板厚は C11 型より 2mm 薄い 12mm のものを使用している。その後、第2ロットの C1238 以降は、過失内に電熱面積 0.9 立方メートルのアーチ管を設置して、全電熱面積 74.2 立方メートル、加熱面積 19.8 平方メートル、全蒸発電熱面積 54.4 平方メートルとなっている。アーチ管は設置改造を施行した9600系、C51 系の実績をもとに本形式のような、小型機にも設置されることとなったものである。本形式のボイラーは、溶接組み立て部分を長鉄ぎ手部分に拡大したことが特徴となっている。C10 型では、リベット組み立てであった外加湿板と外加湿後板との間を C11 型では凸合溶接としていた。さらに、本形式と C56 型では、ボイラー管道の長鉄ぎ手を従来の当板を介したリベット接合から新たに溶接での接合とし、当初は補強のため短冊形の当板を長鉄ぎ手部分に墨肉溶接していた。しかし、後にはこの当板はむしろ好ましくないとされ、数年後に廃止された。また、蒸気溜めのフランジも溶接とされており、これらの溶接範囲の拡大は1933年製以降のC11 型にも適用され、さらに、これらの機関車の約10年の使用実績をもとに1943年から製造された貨物用大型機の D52 系のボイラ管道の長鉄ぎ手も溶接組み立てが採用されている。車軸配置は前進、後進ともに走行性能が良いと定評がある 1C、1、2から6から2もしくは通称プレリーもしくはダブル。エンダーと呼ばれる配列で、動輪は直径 1400mm のものを3軸装備して、直径 860mm の先はもしくは、重輪を有する1軸先台車及び1軸樹台車を装備している。軸距離は先は第1動輪間 2450mm、第1第2第3動輪間は各 1900mm、第3動輪間引く。重輪間 2450mm と第2動輪を基準として前後対称になっているほか、先台車、樹台車の横動量を左右各 100mm とすると、共に C10 系、C11 型と同じく第2動輪のフランジを 6mm 薄くして曲線通過性能を確保している。各車軸のバネ装置は、第3動輪は下バネ式、その他は上バネ式であり、先はと第1、第2動輪の左右の軸バネ群及びイコライザー、第3動輪と10輪の左右の軸バネ群及びイコライザーの計4点指示式である。また、先台車、樹台車はともに LT125 を装備しており、復元装置の方式は、コロ式復元装置で心向き棒の長さは 1600mm となっている。台枠は、後半切り抜き式の棒台枠で、C50 型や C58 型などの中型機以上の機関車は厚さ 90mm の後半を使用しているが、本形式は C11 型と同じ厚さ 80mm の後半を使用している。また、本形式は前台枠をボイラー台と1体の、同じく後台枠は後部水タンク台と1体のそれぞれ大型中高部品を新たに採用していることが特徴であり、大型中高製の前台枠は C55 系以降の大型旅客用機関車や D52 型に採用されている。シリンダーは直径 400mm、高低 610mm で2120系の 406mm、610mm と同等となっており、C53 型の中央シリンダーと同じくピストン尻棒を省略していることが特徴となっている。この方式はアメリカやイギリスの機体では一般的な方式で、一般的な日本の機体は中高性であったピストン体はアメリカから輸入した C52 型では中高性のピストン体本体の周囲を中鉄で包みとしたものとしていたが、C53 型ではピストン体本体を中高性、リムを中鉄製とした組み立て式、本形式ではピストン体全体を中鉄製としている。また、ピストン弁は C10 形、C11 型と同じ直径 220mm で同じく自動バイパス弁を装備している。弁装置は一般的なワルシャート式であるが、下限リンクを大きくし、最大弁工程を 154mm として、最大カットオフを C10 系、C11 系の 78% から 83% に拡大している。ブレーキ装置は自動空気ブレーキ、手ブレーキを装備しており、台枠内、第 1.2 動輪管の内側にブレーキシリンダ2基を搭載し、基礎ブレーキ装置は動輪3軸に作用する片押し式の踏みづらブレーキとなっている。製輪種は当初は製輪5が製輪5吊りに直接取り付けられる鋼種の内鋼 -5 号を使用していたが、1933年製造、和から製輪5吊りに製輪5ホルダーが付き、そこに製輪5を取り付けるオツ種のうち、オツ -65 号を使用するようになり、従来の機体も順次オツ種を使用するように改造されている。空気ブレーキ装置は、アメリカのウェスティングハウスウェアブレーキが開発した ET6 を採用しており、この方式は H6 自動ブレーキ弁、S6 単独ブレーキ弁、6番分配弁、C6 減圧弁、B6 吸気弁などで構成されるもので、その特徴は以下の通りとなっている。本形式は基本的には除煙板を装備していないが、C56 型と同型のものを装備した C12、28、75や C11 型と同型のものを装備した C12、198、199など、除煙板を装備した車両も少数存在した。本形式は増備中の設計変更事項は少なく、主要な変更事項は前述のアーチ間装備、製輪後の変更のほか、先は及び10輪のスポーク輪身から、ディスク輪身への変更のみとなっている。ボイラー上部の蒸気溜めと砂箱の配置は並行して設計されて、同じ1932年から製造されていた C11 型では、当初蒸気溜めが前、砂箱が後ろであったものを C1124 以降これを前後逆の配置に変更しているが、本形式においては、当初から砂箱が前、蒸気溜めが後ろの配置となっている。鉄道省向けとしては1932年から1940年まで、および1947年に、計282両が製造されている。製造メーカーは、川崎車両、汽車製造会社、日立製作所、日本車両製造、三菱重工業の5社である。第二次世界大戦後の1947年、日本車両製造では60両のうち、42両は、未製で18両のみが竣工した一方で、鉄道省以外に納入されて、戦時買収などにより、鉄道省に引き継がれ、C12 型に編入された、同型機が11両あるため、最終番号は C12-293 となっている。製造年次ごとの番号と、両数は次の通り。竣工年度、製造所ごとの番号、製番、両数は、下表の通り。また、発注年度、製造所ごとの発注量数は下表の通り。小型軽量で軸重が軽い C12 型は、国鉄規格の車幅が特認を要するものの、地方私鉄や産業用鉄道向けにも最適で、同型機が外地を含む全国各地の私鉄や専用鉄道などに37両が製造、供給されている。このうち11両は台湾総督府鉄道及び樺太町鉄道向けに製造されたものである。鉄道省向けの製造は1940年で一旦終了しているが、民間向けの製造はそれ以後に行われたものが多い。これらのうち、樺太町鉄道向けに製造された4両は、南樺太の内地化により、波丹鉄道に納入された1両、相模鉄道に納入された2両及び、小倉鉄道に納入された4両の計7両は、戦時買収により、それぞれ鉄道省の C12 型に編入された。初号機である C121 の実質的な最初の配属は赤野線で、その後も文庫や中白所への配置が目立っていた。一例として、初回製造ロットである1928年発注の C121 から37の製造当初の配属先は以下の通り。戦後も国内に残った残存機、及び戦後に製造された新製機は戦前から引き続き全国各地の比較的短距離の閑散線区で使用されていたほか、多くが入れ替え用に転用されて使用された。使用路線の軌道強化による C11 型への代替や機動車の導入拡大とそれに伴う却下分離及び1958年以降の入れ替え用ディーゼル機関車の DD13 型の導入拡大により、1959年から廃車が始まったが、貨物輸送のある簡易線での需要があり、簡易線で使用可能な軸重12トン未満の DD16 系、ディーゼル機関車の導入が1971年から1975年となった関係で、蒸気機関車の末期の1975年まで使用された。本形式について、鉄道車両史研究家の臼井重信は、構造も外観も、非の打ちどころのなき安定した小型機と評しており、同じく、高木博之は、基本設計には、構造、外観とも大きな欠点がないと評している。1968年10月時点での本形式の配置及び用途は、下表の通りであった。その後も、1969年頃には、会津若松運転区配置の C12 型が使用されていた日中線の列車に C11 型が主に使用されるようになるなど、置換絵が進み、1972年度末には33両、1973年度末には20両の残存となっていた。最終の営業運行は C12-208 による1975年3月9日の高森線の立野高森間の貨物列車の牽引となっている。熊本機関区に配置されていた同期は、同月10日に休車となり、同31日に廃車となっている。また、1974年5月に吉松機関区へ配置され、同年12月まで運行された後に休車となった C12-64、225が同じく1975年に廃車となっているほか、その前年の1974年に廃車となった機体は、小樽築港機関区の C12-38、木曽福島機関区の C12-69、199、230、南延岡機関区の C12-167、287、熊本機関区の C12-241 の計7両である。国鉄の C12 型にはお召し列車牽引の記録がないが、島原鉄道の C1205 が1949年5月25日に牽引している。C12 系の年代ごとの配置両数の変遷は以下の通り。本形式の鉄道省、国鉄からの譲渡は次の5両である。同じく外地に渡った C56 型についてはタイで数多く保存され、日本に戻ってきたものもあるのに対して、C12 型については日本に戻ってきた例はない。C12 型は C56 型と共に軽量小型を買われ、戦時中の作戦に用いるため軍へ供出された。本形式の供出に伴う特別廃車の状況は次の通り。なお、C12-109、159、160が陸軍に供出された後、海軍に転換されたとする文献もある。河北交通1938年から1939年に ×60両が陸軍に供出され、1メートル機関に改造されて、中国河北地方の日中合弁会社である、河北交通の石太線に送られて、プレA型となり、同線が標準機に改め機された後は、同河野線で使用されている。1945年に、河北交通の路線は終戦に伴い、国民政府交通部に接収され、その後中華人民共和国鉄道部では本形式は PL51 型に改称されている。河北交通への供出にあたっての改造内容は以下の通り。PL51 型は1956年に同河野線が標準機に改め機されるまで使用された。その後、内9両が1958年に1000mm 機関の路線が多いベトナム2条とされ、ベトナム国鉄131型として使用されている。その後、2002年まで131から436が、大愚園小野鉱山と製鉄所間の専用線で使用されている。また、131から428が、ベトナム南部の避暑地ラムドン省、ダラットの山岳鉄道で観光用に使用され、現在では、生態保存されている。ジャワ島1943年には海軍に2両が供出され、1067mm 機関のままジャワ島に送られている。戦後はインドネシア国鉄に編入され、C32 型となって1970年代まで使用された。めぐみ首里鉄道の建設用に1941年に用意された C12-1 から4のうち、導入後に樺太町鉄道に譲渡された C12-1 は1943年4月1日、樺太の内地編入に伴い樺太町鉄道が鉄道省に編入されたため C12-265 となり、残りの3両は1944年9月1日のめぐみ首里鉄道の鉄道省への譲渡に伴い買収されて C12-271 から273となった。このほか、大谷-内部地間の樺太人造石油内、府地鉄道に1両が製造されて C1211 となり、後に C121 に改版されている。これらは1945年、日本が太平洋戦争に敗戦するとともに、ソビエト連邦に接収され、以後の消息は明らかでなく、C12-265、271から273は、書類上は1946年3月31日に廃車となっている。日本が領有していた台湾の台湾総督府鉄道向けに1936年と1942年に計7両が日本車両製造で製造され C12 型として使用された。台湾の C12 型には日本の C56 型と同様の除煙板が装備されている。太平洋戦争後は台湾鉄路管理局が接収し CK120 型と改称され、引き続き四川区で使用されていたが、1979年6月の西部幹線電化に伴い廃車され、CK124 が同体保存されている。日本窒素肥料が開発した石緑鉄鉱山から積出港である八所港にあった海。南原鉄の原鉄工場まで 58.9km の専用鉄道である日本窒素海南工業赤六鉄道において建設工事の頃から2両が使用されていた。1942年から1944年にかけて陸軍に供出され、同鉄道で使用されていた5両の D51 型と共に太平洋戦争後の消息は不明である。なお、1945年の海南島における日本軍から国民政府軍への引き継ぎ資料には C12 型が軍用鉄道に1両、石原産業電力鉄道に7両、日本窒素赤六鉄道に2両の計10両が残存していた旨が掲載されている。蒸気機関車末期まで使用された形式であるが、梅小路蒸気機関車間には収蔵されなかった。一方で、各地で生体保存され、そのうちの2両が同体復元された。現在、同体保存されているのは1両である。C12-66 も桜花鉄道で C12-66 が同体保存されている。1933年日立製作所、笠戸工場製で、1972年5月14日に廃車となり、川俣線岩城飯野駅跡地で生態保存された機体であるが、1991年頃に観光蒸気機関車牽引列車の運行を計画していた真岡鉄道が本機を選定し、芳賀地区広域行政事務組合が所有権を取得して、真岡鉄道が借り受ける形となっている。1992年12月18日に大宮工場へ入場し、1993年11月17日に火入れ式が行われ、1994年3月27日に下館茂木間の SL も丘として営業運転を開始した。JR 東日本のリレー用の ATS-SN を装備し、定期検査を受け持つ大宮総合車両センターにおいて、例年5月開催の鉄道の街、大宮鉄道ふれあいフェアのイベントに貸し出されており、2014年の同センターの創業120周年に際しては、試験線で旧型客車3両及び手10型を連結して体験乗車を行った。また、1998年11月24日から約1ヶ月間、JR 北海道に貸し出され、NHK 連続テレビ小説、すずらんの撮影用の列車として、同時に貸し出された高崎車両センターの旧型客車2両と、共に、留萌本線で運転された。蒸気以外の動態保存機体1では、CK124 が動態保存されている。かつては、二木田投線の二木田投駅で、生態保存されており、1988年の二木田投線廃止と台北都市運淡水線の工事開始に伴い、北投駅に隣接していた職員訓練施設に移設された。その後2000年に台北工場で動態復元の後、同年6月9日に運転が開始され、現在は彰化線警構基地として台湾各地で不定期で運転されている。鳥取県の若狭鉄道若狭駅に置かれている C12-167 は圧縮空気を動力として構内で自力走行を行うための整備が実施され、駅構内の展示線で運転されており、将来的に本来の動態保存機としての復元するための募金活動が行われている。明治鉄道明知駅展示の C12-244 はリニア中央新幹線の開業に合わせて、営業運転を行うための復元する計画があり、2015年8月10日には、明知駅構内で圧縮空気を使用してデモ走行を行い、以降車掌車や8000型を牽引する体験乗車を行っている。過去の動態保存機大井川鉄道で C12-164 が動態保存されていた。1937年9月、日本車両製造製。1973年9月20日に、木曽福島機関区で廃車となり、同月24日に、静岡県灰原郡本川根町が引き取った。それ以降は銭湯駅構内で展示されていた。その後、大井川鉄道によって修復され、1976年7月9日から営業運転されている C11-227 の予備機となったが、検査切れのため1984年5月に旧車となり、銭湯駅構内で保管された。1987年2月に公益財団法人日本ナショナルトラストが市民の募金で購入して修復し、同年7月25日から臨時 SL 急行トラストトレインとして月1回運行した。しかし、2005年からの ATS 設置義務化に対応していなかったため、同年4月23日のトラストトレインをもって運転を終了した。日本ナショナルトラストは ATS 設置費用確保のための募金を実施したが、必要額の半分程度しか集まらず、その後ボイラーの不具合も判明したため、生態保存へ変更することを募金協力者に通知した。大井川鉄道が塗装を整備した上で、2011年に設置された新金谷駅構内の転車台で展示している。2016年9月28日に大井川鉄道が日本ナショナルトラストと同年9月1日付で寄託契約を締結し、再び動態保存運転を目指す方向で調整することについて合意をした。各地で生体保存されている機体は下表の通り、当初は30両以上が保存されており、2018年時点でも23両が生体保存されている。書籍雑誌、ありがとうございます。